紳士、淑女の皆様、ご機嫌いかがでしょうか。今日も天気が優れております。ホラレ日和です。ということで、はいどうも皆さんこんにちは、中井です。今回もですね、安倍鬼の方やっていきたいと思います。やらないか。ということで、行きましょう。テンションおかしいですね。行きましょう、行きましょう、行きましょう。小さなものが通りそうな穴がある。うるりか、お前小さいだろーとかね。やだ、ミチヤの方が小さいわよーだって。何言ってんだ、これ。ミチヤじゃねえし、こいつ。タクヤか、タクヤ、タクヤ、オッケー。あら、ここは来たわ。今何言う、何思ってんの。何も思ってねえや。とりあえず、セブファイル2作っとこう。何も持ってねえか、俺。え、うおへもう、よしこさん。誰だ、それ。あ、やばい、積んだ。大丈夫か、これ。大丈夫か、これ。積んだか、積んだな、おい。いきなり積んだな、おい。もう、続き。セーブファイル作っといてよかったね。下行って、安倍さん出てきたっちゅうことは、こっから来るでしょ？ちゅうことは、無音。あ、無音からの、ちょっとかっこいい音楽が出てくるパターン。ここで巻こう。おいしょ。あ、やべ。もう一周したい。もう一周したい。逃げ切ったー。セーブ。オッケー。いやー、びっくりこいた。そしたら多分ね、下か、さっきの部屋の、どっちかに何かが起こってるはず。とりあえずこっち行ってみっか。うん、なんもない。オッケー。じゃあ下だ。はい、はい、はい、わかりやすい。お前わかりやすい。お前わかりやすくなんかだ。お前、わかりやすくなんかが起きてるけど、お前、どうすりゃいいんだ。お前、待て待て、バカ。待ちなさい。起きた。ネズミを捕まえた。ネズミ。玄関で捕まえたネズミ。そんなお弟子来た。あー、さっきの穴ね。穴にぶち込むわけだ。穴にぶち込むわけだ。ちょっと卑猥じゃないよね。卑猥じゃないよ、別に。これ別に穴にぶち込むっつったら、なんとでもなるもん。ここ、頭にうるりかのとか言ったら、なんでもないっす。ここっしょ、もう。あ、その前にさ。ちょっと待って、その前にセーブを一回させてください。怖いから。行きましょう。あー、なんかいる。そしてあそこになんかある。そして私は今、ここで、ゲームオーバーになりたい欲求に。ゲイバー。ゲイバー。ゲイバーと来たもんかね。行きましょう。今回真面目に行きますよ、次。はい。ネズミの穴にぶち込む。違う。ネズミを穴にぶち込む。まさかのネズミパートですけどね。ほい。帰ってきました。そしたら、なんだ。地下室の鍵。一階。もう一階って書いてある。あら、もしかしてさ、鍵の時さ、これメニュー画面開いたら、どこに何があるかって分かったんじゃねえの？さまざま、私はもう死んでしまうのか。多分ここ。パターン。はい、開いたさあ、どんな問題？どんな問題ってんだい？天台集団、お前、これやら。新言集団。行こう。なんかあったわ。レバー。焼き鳥の鍵。あ、じゃあ上だ。上しかねえべ。お、またなんかある。管理室の鍵。管理室なんてあったべか？あ、別館地下1階。どこだそれ。どこだそれ、もう。あ、ちょっと余計なことして、安倍さん来たら嫌だから、ちょっとやんないで、一旦セービングして。あ、なんか、あー、向こう側になんかある。この机を使って向こう側と物の交換ができそうだな。たけしでいいのか。たけしくんが使えそうなものはここに置きましょう。あ、自動に置くんだ。このくらいかしら。
あとはたけしが来るのを待とう。たけし君とみちょ君、無事だといいね。テーブルは乗り越えらんないのかな。そうだな。阿部鬼。おう、セービング。超エキサイティング！ということでやっていきましょう。たけしだ。まさか切れちまうなんて、だらしねえな。まあ、この辺は何もないんだよね。まあいいや。一応セーブ。さっきしたけど。なんもねべ。なんもねべ。なんもねべるはずだべ。ねべる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 。はい、なんもねべ。ねべ。Nothing! Nothing! Nothing! 下におりんぐ。なんかここにアイング。セブシング。なんだろう。あ、なんか書いてあった。この石剣、松明をしっかり持っていくように。持ってけよ。絶対に持ってけよ、お前。置いてくのか、なしにしろよ。おい、絶対なしだか。手に入れちった。手に入れちった。え？ああ、もうすでにこれ、あれなんか。わー。わーって。どう行きゃいいんだ、これ。こっちか。んー、左から攻めていくか。上行っちったぞ、間違えて。上行ってもなんもねえべ、これきっと。あ、下行けた。するってと。お！なんか、ありげな場所に出ましたよ。お！橋があった。ん？この辺まだ一本道ですから。うえい！あの先に一体何があるのか。私は知りたい。でもセーブをどこでしたっけ？ここか。よかった。松明は持ってる。あ、持ってなかった。よかった。ちょっとあの先に行きたい。はい。行きましょう。行きましょう。確か左を攻めてった気がした。左攻めてって、確か上に行ったんじゃなかったっけ？で、さらに左にずーっと行ったんだよね。よし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 。いや、まさか、安倍さん無言で来るとは思わなかったな。思わなんだ、思わなんだ。恐ろしいや、恐ろしいや。トゥティーやつことでやっていきましょう。はいはいはい、やってるんだってのだから。なんか私たびたびやってるくせにやっていきましょうとか言うよね。なんだろう。で、ここで来るよ。だから、ちょっと。はいはい、無言じゃないバージョン来た。おーい。部屋を変わるたびにお前近くなるな。まあ、来た道を戻りましょう。来た道健一です。来た道健一を戻りましょう。はい。はい。はいはいはいと。はい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 、逃げ切りました。で、あの先に一体何があったのか。ジョーンズ先生に、何が、ジョーンズ先生を待ち受けるものだと。ジョーンズ先生誰だよってなっちゃうけどね。もう、インディアナ・ジョーンズですよ。よいしょ。ちなみに私のバイト先のね、あのロッカー、インディ・ジョーンズを意識した配置で、中に物を入れてるんですよ。扉を開いたところにベルトを引っ掛けて、そしてその、内側のフックに帽子をパサッと引っ掛けるっていうスタイル？うん。野球帽なんだけど、制服だから。もう、バイトの制服、野球帽だからさ、まさか、清掃員の制服がテンガロンハットなんてことはないだろうけどさ。うん。まあ、そんな感じっす。お、なんかあるべ。なんかあるべ。夕焼け小焼けが今鳴ってるんですけど、音入っちゃってるかな。おー、ちょっとやばいやばいやばい。こっちはやばいな。こっち行ってはいけないゾーンの気がしてきた。一旦今日この辺でセーブしとこう。一旦セーブ。10歩とか20歩とかでセーブしたいけど、本当は。まあ、それは無理なお話中古って。お！なんかまた変なとこ来たね。じゃあ、ここでまたセーブ？これ持ってけないの？持ってけねえか。これは？スイッチ動かなくて。あ、なんか動かへんってね。
まあいいや、とりあえず動かしとくか。これ、エレベーター？これは？どうやらエレベーターのようだな。電源が入っていない。マジかー。鍵がかかってるー。あ！なんでもない。なんでもない。これ別館か。ちょっと待って。いや、お前はちょっと。なんだ今のは。言っちゃいけない気がしてならない。あー、ちょっとよくわかんないわ。ちょっと、今来るべき場所なのか？これは。どうも今来るべきじゃないような気がしてきたぞ。これは、雑な地図。はぁ。雑！お、部屋の鍵。ちょっとわかんねえ。ちょっと待って。一旦さっきの廃校みたいなとこに戻りたいな。ここちょっと入り組みすぎてんべ。入り組みすぎてイリアム・ウィリアムな感じなんですけど。こっちは、ん？部屋の鍵を使います。はい。お、元か。元か。え？こっちは？はい、使います。声を外ると。え？何なの？あ、上行けっての？で？木の板。ああ、さっきのとこ行けるようになってんだ、これで。そういう言葉。そういう言葉ってなんかおかしいけど。こっちか。で、こっち？あーと、ここで、木の板、人が乗れるぐらいの木の板。こっち行って？一旦セーブ、一旦セーブ。一旦セーブ。はい、セーブ。部屋の鍵となんつった？ドアの間の鍵、なんだそれ？別館1階、OK。ないか。じゃあ、ドアの間、行きましょう。ここなんか変だよね。まあ、後々なんか使うんでしょう。ドアの間。あ、こっちか。違った。でも1階だから、奥か。これの奥。違う？これ左とか。で、こっち左とか。で、ここじゃない。あ、下、これ。ほら、来た。えとかな？ね、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、違う、馬、あ、そうだ、羊、猿。猿、鳥。あら、馬？あ、馬じゃない。あ、親切設計。ねえ。え？ちょっと待って。ああ、来た！地下室の鍵。あ、え？あ、ここに帰ってきた。そったら、あ、一旦セーブしとこう。12時がちょっとあやふやになってましたけど、こっち？はい。いやー、なんかやらしいね、また。よいしょ。今、どんぐらい経ってる？19の33。するってと、14分。いった。ちょっと待って。もうちょっとなんかありそうな気がするんだよな。
ほら、なんかある、なんかある、なんかあるべ。あいつら大丈夫かな。みちゃんもいないしな、急がないと。はいはいはい、じゃあここで一旦切りましょう。たけし、さあとりあえずたくやたちと合流しよう。練習をクリアといったところで、今回は俺で終了したいと思います。まさかのネズミくんパートということで。あら、それ今回、前回、うん、今回、うん、うん、前回やってまいりました。ということで、ではでは、今回これにて終了したいと思います。ではでは、次回もまた、アベの館、アベノミクスで会いましょう。